2015年、土屋太鳳は驚異の飛躍を遂げた。NHK 朝の連続ドラマ小説、マレ、主演に始まり、高い注目を集めた日曜劇場、下町ロケット、12月には、映画、オレンジ、で主演を、務めるなど、話題作に多数出演した。そんな土屋が、今度はフジテレビの人気アニメ枠、ノイタミナ、で、放送されるアニメ、僕だけがいない街、で、声優デビューを飾る。演じるのは主人公、サトルの、10歳時の、過去、のパートだ。新しいチャレンジを含め、充実イットの映像がある土屋だが、ずっと続くと思わないようにしています。と、胸の内を明かす、これが最後かも、という思い。日常生活を送っていると、流れ、というものの存在に、気がつくことがあるだろう。土屋にとって2015年は、流れに乗り、大きな変化を遂げた年だ。声優挑戦という新しいジャンルの、仕事が舞い込んでくることも、そんな良い流れを裏付けける。声優さんは才能を、含め、技術、訓練の賜物だと思います。私にはそれがないふん、こうした場に立たせていただいた意味を、感じて、責任感を持って、しっかり心で演じていきたいと、思っています。と意気込みを、語る。こうした良い流れを引き寄せるために、自身の努力やひたむきな取り組みが、前提にあることは言うまでもない。土屋のデビューは2005年で、意外とキャリアは長い。たくさんの人が、役をつかむために一生懸命努力して、オーディションを受けに来ます。私も10年間、芸能活動をさせていただいていますが、やりたい役にたどり着くために、オーディションを受け続けてきました。一つのお仕事が終わると次がなく、またオーディションを受けるという繰り返しでした。と、打ち明ける。そんな状況が、マレ、の、出演をきっかけに変化した。いい巡り合わせで出演作が、続いている。しかし、今でも昔の気持ちが、残っていて、一つ一つの作品が終わると、これが最後かも、と思うことがあります。この世界はすごく不安定。ずっと今の状況が続くんだと、思うと心に隙ができるので、目の前のお仕事を大切に、しっかりと役柄に向き合っていくように、心がけています、と浮かれることなく、現状を見据える。共演者からの金言、焦るな、人との出会いも多い一年だった。一生分の出会いがあったと、思うぐらい多くの人に出会いました。もちろん朝ドラがあったからこそだと、思うのですが、本当にたくさんのことを学びました、と、目を輝かせる。中でも、マレ、で出会ったのとの、人々からは、今後の女優人生を考えさえられるような言葉をもらった。塗り師屋の方たちや塩田で、塩作りをされている方たちとの、出会いは大きかったです。漆は騙せる。だからこそ騙したらダメや、という言葉が、劇中にもありましたが、それってお芝居にも同じことが、言えると思うんです。表面的ではなく、心、で、演じなければいけないと強く、思いました。土屋は、心の引き出しが、少ない、と口にすることが、多い。そのことに焦りを感じることもあるという。しかし共演者から、焦るな、と、何度も声をかけられた。マレ、で共演した、小日向文世さん、田中優子さん、時は高子さん、大泉博さん、田中、さんなど、本当にたくさんの方に声を、かけていただきました。今はできない表現があっても、20歳だから当たり前。これからいろいろな経験を、重ねていけばいい。人生長いから焦らずに、と、急流に飲まれそうになった土屋は、その言葉に救われた。受け入れてもらえないこともある。見てもらう人によっていろいろな意見があると、思うんです。と切り出した土屋。受け入れてもらえることもあれば、もらえないこともあると思います。でも、作品っていろいろな人の、気持ちが集まるので、とにかくしっかり役に向き合って、自分を信じて強い気持ちでやっています。作品の評価がダイレクトに、跳ね返ってくる立場へポジションが、上がりつつあるが、プレッシャーは感じていると、思いますが、まだまだいろいろな方に助けて、いただいている立場、もっと頑張らないと、と自分に、
言い聞かせるように語った。2016年はアニメ、僕だけがいない街、の、声優からスタートする。2015年は夢が、現実になった時の厳しさを、実感した年でした。私は不器用な人間なので、2016年は一つずつ壁を、乗り越えていきたいと思っています。この作品は、人の心であったり、現代社会の問題を、書いている物語です。命の大切さや、まっすぐな正義感を持って、主人公のサトルを演じていきたいです。と、力強く抱負を語った。取材、文、写真、磯部正和、ヘア、メイク、大田俊也、マロンブランド、スタイリスト、松田光成、シグノ、土屋太鳳、1995年2月3日生、東京都出身。2016年1月7日からフジテレビ他にて、放送される、ノイタミナ、枠の、アニメ、僕だけがいない街、で、主人公、サトルの、過去、10歳の、パートを務める、青年期、29歳の、パートは俳優の満島真之介が、演じる。土屋は、アフレコはすごく難しいですが、言葉の重み、何を伝えたいのか、言葉の裏にはどんな思いがあるのか、しっかり考えながら演じていきたい、と、声優初挑戦の思いを、語っていた。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録から、お願いします。